上品な実況をお届けするキヨズレストランへようこそ。本日ご紹介するお品書きを紹介したいと思います。ライトクエイクゴリホグバルーンを添えて、早速見ていくことにしましょう。はい、今回はですね、お上品にいきたいと思います。まず今回は、ライトニングとアーツクエイクを組み合わせて、まず対空砲を破壊します。そして、この陣結構見る配置だと思うんですね。そして護衛をまずですね、ターゲットを取らせて、そしてアチャクイ、そしてウォールブレイカーでの、まあ、ゴレホグの中心となる、まあ、ゴレホグですよ。そしてバーブリアンキングもしっかりとそれないように、中心部へ切り込んでいきます。そしてですね、まあその今回巨爆、上品に巨爆を解除いたしました。いやー素晴らしいですね。そしてですね、こちら今回ゴレホグなんですけれども、まずサージカルホグ的な感じで、しっかりとジャイアントを出して、後ろからホグで、出していくと、こういう配置結構、まあ、今主流とはなってきているんですが、やはりホグライダーに弱いですね。見た感じ2連巨爆もないので、こういう配置非常に、いいかなと思っている次第でございます。はい、そしてですね、こちらホグライダーが中心部に行っているんですが、こちら残り1本の対空砲のみなんですね。そしてこちらホグライダーの数があるので、ホグライダーが倒れる前にバルーンを添えてということ、秋らしく華やかにバルーンを出していっておりますね。はい、こんな感じでもうバルーンが回ってきてますね。下の防衛施設まで、到達しているので、残りは見るだけということで、まあ、今回はね、まあ、普通に真面目に行きますけれども、今回のミソの点はやはりその裏バルーとして機能してるんですよね。ホグラゴレホグ部隊を中心にして裏ホグということで、結構その裏ホグじゃない裏バルだ、結構その編成がごちゃごちゃしているので、やらなくてはいけないことがたくさんあります。やはりその最初のゴレ部隊、そして次に、投入するホグ部隊、そして裏ホグでしっかりと、相手の、まあ、防衛施設のターゲットを見つつという形で結構やることが多いですけれども、タウンホール9でこの配置、結構この配置はこの、その攻め方、戦術っていうのが非常に強くなってくるのかなと思いますね。やはり、おわ、終わったのか。ということで、まあ、今回は、ライト、クエイク、ゴレホグ、バルーンを添えて、という戦術でした。皆さんもぜひともこの戦術、試してみてください。ご視聴ありがとうございました。じゃんじゃん、チャンネル登録してね。チャンネル登録をしていただけると、私のモチベーションがぐーっと上がりますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。